荒野の狼は、ヘルマン・ヘッセの長編小説、1927年に発表。ヘッセが第一次世界大戦の後再び戦争に向かおうとする社会状況や急速に発達する文明に翻弄され自らや社会に対して無反省に日々の生活を送っている同時代の人々に対して強烈に批判したアウトサイダー的作品と思われがちだが、 人生を永続する一つのものと解釈する絶望的病理に対して人格の再形成を心理学的知見から試みた作品である。この作品の主人公、ハリー・ハラーと作者のヘルマン・ヘッセのアルファベットの頭文字は同じ HH となる。さらに、この作品の最重要登場人物であるヘルミーネはヘルマンの女性系であることから作者の内面を重ね合わせ、 事故を分析し、新しい道を切り開くきっかけであったと評されている。また、この作品は、出版直後から激しく論議され、特に1960年代頃に現れたヒッピーたちに大きな影響を与えた。カナダで結成されたロックバンドステッペンウルフのバンド名は、この小説に由来する。ヘッセ自身は、アメリカで、この本の意味を理解している人間が3人でもいるか、 疑問だと述べており、大変危惧していた。主人公、ハリー・ハラーは、市民的な平凡な毎日を繰り返し過ごす生活に対して、疑問を持っていた。そして、彼は、そのような生活から逃げようとする孤独な、アウトサイダーだった。市民的な生活になじもうとする自分と、その生活を破壊しようとする狼的な自分。二つの魂を持つハリーは、 自殺を一つの逃げ道として捉え、それによって、かろうじて精神の均衡を保ち、自分のことを荒野の狼だと考えていた。ある日、友人の教授が家の夕食に招いてくれた。そこで彼は市民的に洗練されたゲーテの肖像画や自分の主張した反戦論をこきおろす新聞記事を目にしてしまう。そのせいで彼は生きる希望をなくし、 街をさまよい歩く。しかし、ハリーは、たまたま入った居酒屋で、ヘルミーネという少女と出会う。それは、彼女が、少年時代に、ハリーの友人であったヘルマンと似ていたからであった。ヘルミーネの存在によって、ハリーは、再び生きる希望を取り戻そうとする。そして、ヘルミーネは、ハリーが軽蔑しているジャズのダンスを教え込もうとするが、ありがとうございます。